2023年8月25日金曜日19時になりました。第120回コムちゃん TV、 土屋の防災、要配慮者の防災を考える。しばらくお待ちください。次に阪神淡路大震災の衝撃映像をご覧ください。次に、土屋ケアカレッジの CM をご覧ください。介護福祉の架け橋へ、人とのブリッジ。あなたらしさがここにある、土屋ケアカレッジ。皆様、こんばんは。原香織です。今日はですね、ミラクルテレビ特別番組ですね、と第11回首都防災ウィークの中でのコモちゃん TV ということでですね、防災について、そして今日は土屋の防災というところですね。いつも土屋さんの防災どんなことをやってんのかなみたいなね、思ってくれてる人もいるかなと思うんですけれども、そのあたりを現場のね、方などもお呼びして、お話を聞いていきたいと思います。ではですね、今日も最初に登場していただきます。株式会社土屋最高文化責任者、そして SDGs 推進部長でもあります、小本聡さん。通称小本ちゃんですね。では、小本ちゃんを呼んでみたいと思います。小本ちゃーん。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。今日はちょっと、スターティングで手間取ります。大変申し訳ございません。はい。すいませんでした。ちょっとなんか裏事情がなんか全部見えてしまったような感じですね。まあそんなこともありながらも、ちゃんと無事にスタートしたので、まあ良かったかなと。ね。これも災害ということで。災害時に、まああのね、どうにでも、対応できる私たちみたいな感じでやっていきましょう。もう、聞きたいってことね。ね、そうですね。はい、聞き管理。できてるのかできてないのかみたいな感じでございますけれども。え、くまちゃん、今日はですね、第11回首都防災ウィークの、特別、はい、特別番組の中での放送となります。はい。今日は、いろんな方に来ていただいて。はい。結構ですね、中身が濃いと思うんですね。そうですね。どんどこどんどこ行かないとね、終わらないですよね。ではですね、コムちゃん、どんな内容で、行くかっていうところなんですけれども、今日ですね、お二人、スペシャルゲストに来ていただいてます。はい。はい。そうですね。ではですね、
今日、まずお一人目のゲスト、高森ちゃん呼んでいただいてよろしいですか？では、水島さん、こちらにいらっしゃってください。お願いします。水島さん、こんばんは。今、まだミュートになってます。ミュートになってますね。はい、ちょっとね、解除してる間にもう一人のスペシャルゲストも呼んでみましょう。はい、じゃあ、池田健二さん、こちらお願いします。はい。はい、池田さん、こんばんは。こんばんは。はい。ホームケア土屋岡谷の管理者をしております。池田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。水島さんはですね、今一生懸命ミュート解除してるので、そのね、間にちょっとお話進めてましょうか。うん、はい。私たち、株式会社土屋では、まあね、あれですよね、障害当事者を、まあ、中心とした、まあ、行政とか、あとはその地域の方とか、あとはその介護の、支援者、みんなで、その、まあ、災害対策をしていこうっていうような、活動を、日々しているんですけれども、6月にですね、その活動の中の災害対応訓練、6月に岡山の岡山市、小民っていう場所でですね、水島さんの、お家が小民にあるんですけれども、水島さんのお宅で災害対応訓練をしてまいりました。はい。で、水島さんまだね、ミュートが取れないようなんですけれども、うん、今、ね、ちょっとまだお顔見えてないんですけれども、水島さんは視覚障害が、ありまして、で、ご家族3人とも、視覚障害がある。で、そういうお家での、災害対応訓練となりました。災害時にどういうふうに対応して、まあ、それを乗り切るかっていうところの部分ですね。はい。ではですね、ちょっと資料をですね、共有したいと思いますよ。じゃん。見えますでしょうか。あ、水島さんの音が聞こえてきましたね。あ、水島さん、こんばんは。はい、こんばんは。失礼いたしました。ありがとうございます。入っていただいて。安心いたしました。で、今ですね、ちょっと途中まで進めてしまっていたんですけれども、2023年の6月に、岡山市の方で、先ほど言った小民ですね。この水島さんのお宅のあたりは、最大浸水想定が5メートルから10メートルのエリアっていうところで、まあ、洪水があった時に、これぐらいの、浸水をする可能性がある。で、さらに、水島さんのお宅は、一軒家の一階、平屋っていうんですかね、二階部分がないお家なので、上に逃げるとかそういうことが無理なんですよね。で、まあ、どういうふうに、まあ、その水害が、起きるっていうことが分かった時に行動するかっていうところの、想定の訓練をしてきました。で、ね、コメちゃん、この線状降水帯っていう言葉、はい、で、これがその予測できるようになったんですよね。なったんですね。うん。で、まあ、これがその気象予報とかでも、聞くことができるようになって、で、まあ、この線状降水帯っていうものが発生することで、一箇所に長い間雨が降り続けるっていうような、ことが起きる。で、まあ、そう、まあ、それで、まあ、川の水が増水してしまって、洪水が起きたりするっていうような部分になるんですけれども、まあ、そういう想定のもとでやりました。ね。で、ご家族3人ともに視覚障害があり、で、避難準備はできるだけ自分で行う。で、水島さんいつも、お家で、家事とかも全部、こなしていらっしゃる方なので、支援の人が来なくても自分でできるだけ準備を進めておかないといけないねっていうところで、水島さんかなり入念に準備進めましたよね、これね。はい。はい。このね、計画を立てる段階で、
もう何回も何回もミーティングしてね、頭の中に動き方とかそういうところもしっかりその思い描いていただきながらっていうところでいきました。で、まあ、物資の準備とかそのいろいろな準備があったんですけれども、最終的には訓練内容こういうふうにしようっていうことでですね、水島さんと一緒に決めまして、でこの計画のこういう用紙を作りました。はい。で、訓練内容の書き出しってことで、こうやって、まあ、どんなことをするかっていうところをね、自ら、自分の、ね、水島さん、自ら避難バッグに入れる餅などを思い出しながら、チェックして入れていくとか。まあ、あとはあれですね、一番最初に、この、天気予報の情報を得るっていうところで、ね、ここが、177。で、コメちゃん、この177って私たちあんまり馴染みなかったですよね。まあそうですね。僕は聞いたことはある。うん。実際ね、聞いたことはあるけど、あんまり天気予報を、私たちってどっちかというとスマホとかネットとかで、情報を、あとはね、テレビ見る方はテレビとかで、情報を得ることが多いと思うんですけれども、水島さんはこの電話で177っていうところに電話して天気予報を聞くっていう、そういう習慣が1日2回ぐらいね、水島さん聞いていらっしゃるって。まあ2回から3回ぐらいは聞きます。あ、結構聞きますね。はい、うん、やっぱりあれですよね、目での情報っていうのがなかなかその難しい中で、この耳音声で言ってくれるこの電話での天気予報っていうところですね、よく使っていらっしゃって、で、まあ、そこでその、まあ、線状降水帯が発生するよっていう情報があったっていう体で始めていくんですけど、まあ、そこから、まあ、避難バッグに自分の入れないといけない持ち物を入れたりとか、あとはスマホとかの、充電がなくなってたりすると、まあ、他とね、他の人と連絡取れなくなったりするので、充電がちゃんとあるのかとか、まだ、大雨が降る前に、いろいろやらないといけないことっていうのを、まずは準備で進めていって、で、まあ、避難レベル3っていう、だいたい、この避難レベル4になると、まあ、元気な人だと避難レベル4になったら逃げましょうっていうような形で今進められていると思うんですけれども、私たちこの土屋では障害当事者の方とか高齢者で体が動かしにくい方っていうような方たちは避難レベル3のレベルところで、まあ、できればもう早い段階で避難しておいた方がいいんじゃないかなっていうところで話を進めて訓練をしたりしています。なので、今回もね、雨が降る前に、逃げるっていうところの、進め方でやってたんですけど、まあ、あれですよね、水害が起こるときに、まあ、お水が逆流、なんて言うんだろうな、排水が悪くなっちゃうんですよね。いっぱい水の、下水処理ができなくなってくる。うん、トイレとかお風呂とか、うんうんうん、台所から、うん、逆流してくるんですね。そうですね。で、その逆流を抑えるのに、水島さん何作ったんでしたっけ？あ、水のうですね。そう、水のうっていうのを作ってみました。で、水のうで、あれですね、重しを、排水のところに置いといて、下から、この押し上げてくる、下水っていうのを外に出さないようにするっていうような、そういう、対策をしました。で、まあ、避難レベル3になると、今度は避難に向けての準備っていうところで、動いていったりするんですけど、まあ、こういうふうにですね、準備を進めて、まあ、最終的に福祉避難所である施設の方に移動するっていうところまでやっていきました。で、ちょっとその様子をですね、見ていきましょうか。で、この今水島さんのお宅でっていうような話をしたんですけど、ここにね、池田さんも登場するんですよね。はい。
ちょっとご覧ください。あ、聞こえない？今回は岡山県岡山市在住のご家族3人ともに視覚障害のあるご家庭で災害対応訓練を行いました。水色の災害対応パーソナルブック中の風水害、今回いいと思います。集中豪雨の発生ですか、大丈夫ですか、出た時の事前準備を行い、訓練に向けた計画を立てました。177のあれも定期予報を聞くところで、あの線状降水帯が近づいてるっていう情報を得るところからスタートしていきます。でそこからあの自分でその避難バッグの準備を始めたりとかしている中で、どんな流れかっていうのを最初に準備すでに説明しますね。あの準備を一緒に、まあ、見守るような形であのやっていきます。初めてブレーカーを落として、でヘルメットをかぶってスニーカーを履いて荷物を持って外に出る。でそこから家の後ろに回って、あと水栓、あの水の元栓を閉めるっていうことをしてから、いいことをしていると、あの社会あのジャンバーの皆さんは上の経営の方に来たわよって感じで、どうしますの？ここですね、177に電話する。準備をした方がいいかもなので、うん、というところで準備がスタートしていきます。民生委員さんが、あの用事済んだら来てくれるんで、ですいません、はい、あの、宮の里の水島なんですけれど、民生委員さんに、支援をお願いしたら、用事が済んだらあの駆けつけるって言ってくださってるんですけど、近所の方、民生委員の方とパーツの近所の方にも、で池田さんがここもうちょっと前のところで登場してくれて、で、最初に出ていた災害対応パーソナルブックで、あのまあ、どんなものを準備したいかって、もともとそのあれですね、水島さんが書いていたものをそれがちゃんとあの入ってるかどうかっていうのを池田さんがあと目で見てチェックして、あの水島さんと進めてくれています。これはあれですね、水のを作るところなんですけど、ちょっとですね、なんかあのこの日あれですよね、テレビカメラとかも結構あのいろいろ入ってたりとかで、うん、あの場所が本当にあのスペースが狭くなって、これはトイレですね。お風呂からおけで救ってくる感じがいいかな。さっきの池田さんが持ってくる役がいいかもしれない。はい、池田さんはお風呂から水を持ってきて、はい、それだけ、はい、はい、はい、で、水島さんはここで、このね、水のうの下に1枚大きなあのペロンとしたゴミ袋を開いた状態で置いといて、その上に水のを置くことで密閉するんですね。はい、今度キッチンですね。はい、キッチンもやりました。でね、またこのね、あのちょこちょここの気象情報を聞いてきますよ。で避難をする前にブレーカーを落としてキッチンのガス栓も閉める。でそこから外に出てきました。ね、息子さんと
ご主人ね、先に出てきましたね。で、一応福祉避難所に行った時に入れてもらえないと困っちゃうので、出発する前に福祉避難所に連絡するっていうところをしましたね。宮の里2班の水島なんですが、お世話になります。はい、避難することが伝えられました。はい、はい、じゃあ藤原さん、高木は、ママの、左手で右肩。はい。じゃあ、はい、行きますが、あ、高木の、はい、民生委員さんを先頭にしてご家族3人がトレインになっていったっていう感じですね。で、到着する、あ、ちょっと待って、はい、早い早い、到着する福祉避難所がすごく幸運なことに、水島さんのうちは福祉避難所がすごい近くにあるんですよね。はい、でなかなか多分ね、そんなに近くにあるってことないんですけど。はい、で中に入って、自宅に戻れるかなと思うんですが、今我が家とさつき園の間の道が安全なのかが確認が取れたら帰れるなと思うんで、水も引いて大丈夫そうですか。じゃあこんな感じで民生委員さんが次お迎えに来てくれて、で、はい、じゃあ、お家に帰るっていうところがね、やりましたね。で、このあと、あれですね、反省点とかをいっぱい出していって、次の訓練に向けて、また課題を出したっていうところでしたね。で、今回、この福祉内容は、4階建てのところがあったので、一階が浸水しても上に登れるってことで、ここが選ばれたってことですね。そうですね。そうですね。この地域でね、なかなか高い建物があんまりない中で、やっぱりこれだけの浸水をするエリアっていうところもあって、行政の方に選ばれたっていうところなんでしょうね、きっとね。多分そうですね。はい。で、この、はい。で、今回ですね、この災害時の、避難っていうところで、この災害対応パーソナルブックっていうものを使ってやったんですけど、これが土屋のオリジナルの冊子になってます。で、この地震編と水害、火災、J アラート編。そしてこれはね、クライアント用じゃなくて、職員が持つ用の、ものを作ってます。で、この裏面はですね、この名前書いたり、あとは災害、突然地震が起きた時、どんな風に行動をするかっていうのを、パッと見て分かるような形にしてありますね。結構な、あれですよね、30ページ。地震版で30ページ、水害バージョン38ページ、この見るのもかなりボリュームがあるんですけど、内容をしっかり作っていくことで、皆さんの、災害時の、役に立つのではっていうところで、でこの、あれですよね、くもちゃん。クライアントの災害対応をそうしっかり整えることで、
その職員の安全も守りたいっていうところが強いんですよね。職員さんもやっぱり、ね、クライアントに持ってるところにいればやっぱりすごく心細いだろうし、うん、暑いかもしれないから守、うん、ってこれをね作っておけば、まあうん、落ち着いて行動ができるということですよね、うん、作成してしっかり訓練までしておくっていうところをね、うん、あの全国でどん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 実施していけるといいですよね。で今回ですね、この災害対応パーソナルブックが2023年度のジャパンレジリエンスアワードっていうものにね、こもちゃこれあの受賞することができたんですね。これちょっとあの、まあ、どんなものかなってあの、なんだろうレジリエンスアワードって思うと思うんですけど、この、まあ、次世代に向けたレジリエンス社会構築への取り組みを発掘、評価、表彰する制度として2014年11月に創設された。で、このレジリエンス、あと、レジリエンスジャパン推進協議会っていうところがやってるんですけど、内閣府が、あの、まあ、お願いしてやってるっていうようなところなんですね、これね。うん。はい。で、私たちもそれをね、あの、まさかこんなのもらえると思ってなかったんですけど、みんなにこの、あの、取り組みを知ってもらいたいなって、お申し込んでみたら、たまたまというか、あの、で、介護福祉業界初の上位入賞ということで、あのね、うん、私たちもずっと、この取り組みを皆さんに知ってもらうことで、またね、これなかなかね、進まないんですよね、こういう災害対策ってね。うん。うん、だから、まあ、そういうところが、あの、みんなに知ってもらえると進められるんじゃないかなっていう思いで申し込んだんですけど、あの、まあ、こうやって少しずつみんなに、あの、私たちこういうのやってるよっていうのを知ってもらって、で、あの、他の介護事業者さんとかも協力してくれる体制とかが、うん、あの、できてくれると嬉しいなっていうふうに、ね、思ってますね。まあ、他にいろいろなですね、あの、ところが受賞してます。よいしょ。うん、はい。で、これね、受賞の時の、あの、ですね、写真ですね。よいしょ。はい。でですね、ちょっとここから、現場のリアルな情報がですね、本当にやってきましたよ、うん。はい。これは先日の、うん。台風7号の時にですね、うん。鳥取事業所、うん。の方が、情報を寄せてくれたんですね。そうですね。この川、の写真は、これはあの、うん、私、ね、あの、私たちこの土屋っていうのが、その防災委員会っていうのを設置してまして、で、防災委員会のそのツイッターで、あの、まあ、いろいろその地震が起きたよとか、水害がそろそろあの発生しそうだみたいなところで、いろいろ情報をあの、随時流してっていうふうにやってたりするんですけど、たまたまこれ私があの、上げてたところの川が、まあ、仙台川。で、まあ、そこの川が、まあ、氾濫してしまうっていうようなところがあったんですけど、まあ、その鳥取の、あの、管理者の方と、まあ、連絡を取ったときに、その時どんな状況だったかっていうのを、あの、お話ししていただきました。で、はい。で、ですね、鳥取県の管理者に、まあ、その安否確認の連絡をしたんですけれども、そしたら、あの、まあ、避難をしないといけない、あの、クライアントが出ていたっていうところで、あの、この、そのクライアントっていうのが、あの、池田さんから、実は、あの、今度、ここのお宅で災害対応訓練やってみたいなっていうふうに、あの、言っていただいてたとこだったんですよね。で、あの、本当にたまたまなんですけど、あの、聞いていた、あれなんか聞いたことあるような情報だぞと思ったら、あの、まあ、たまたまそういう、あの、だったんですけれども、池田さん、このクライアントなんですけれども、あの、常時2人体制で24時間の支援に入ってるっていうことで、
これなかなかその2人体制で入ってるあの支援先ってないと思うんですけど、はい、はい、あの池田さんにちょっとあの、うん、そのクライアントについてあの様子なんかを説明してもらいます。はい、わかりました。まあ、強度行動障害っていうふうにこう、まあ、認定されている。でもただ障害名で言いますと、まあ、重度の知的障害と自閉症ですね。はい。で、まあ、この強度行動障害っていうのがですね、まあ、この字の通りなんですけど、行動に、がこう強く出てしまう障害。はい。ただこれ診断名ではなく、まあ、そういった状態を表しているんですけども、まあ、例えばこの21歳、まあ、鳥取の男性の場合ですと、まあ、どういった強度な行動なのかというと、食べ物じゃないものを食べてしまう。はい。で、この方以前施設に暮らしてたんですけど、その時にあのゴム製のスリッパですね、それを食べてしまって、腸を30センチ切る大手術もされてます、はい。でもよく飲み込めましたね、それ。そうですね。まあ、その時が、19歳ぐらいだったと思うんですけど、まあ、やっぱり、ね、歯とか顎はやっぱり普通の19歳の男性なので、はいはいはい、はい。やっぱ噛み切れて飲み込んじゃったっていう。はい、あとは、物を壊してしまう。多分気になって触ってしまった結果、こう力加減がこううまく調整できないので、結果壊してしまうみたいな。はい。なので、この方もその施設入所されてた時は、まあ、施設の物品、まあ、200万円分ぐらいをちょっとこう破壊してしまったっていうような、はい、方になります。ちなみに、その、いた施設っていうのは、その、あれですか、知的、な障害がある方が多く入ってる施設っていうことだったんですか？そうですね。はい。うん、これが、まあ、鳥取県内だと、やっぱ正直この方の対応できる事業所がどこもなかったので、うん、国立 の、 この強度行動障害の専門の施設がありますので、これが群馬県にあるんですけど、うん、はい。うん、そこにまあ入所せざるを得なかったっていうような方になってますね。で、お家での生活が、その、叶うっていうことで、じゃあ実家の方に帰ってきたっていうような感じなんですか？はい、そうですね。まあ実家というか、うん、やっぱりどうしてもこう、ね、物を壊したり、食べ物ではないものを食べてしまうっていうところで、やっぱり環境の整備っていうのがかなり大事な方になります。うん、ですので、やっぱご家族との同居っていうのは、やはり難しいっていうところで、うん、まあご家族さんが住んでいる、まあ、市町村、の中で一人暮らしをされている方になります。うん、はい、そこにそうです、ね、はい、私たちが2人常に24時間体制でいるというような感じですね。うんうん、そうすると、もうじゃあ、常時も目を離さないように2人体制で、あの、あれですね、見守ってるっていうような形になるんですね。はい、うん、で、あの、まあ、こういう、あの災害のその対応っていうところなんですけど、あの、なんていうんだろう、例えばなんていうの、これイレギュラーなことになりますよね、この災害対応とかっていうと。はい、そうなんです、ね、うん、こういう時ってやっぱりそのなかなかそれにあの順応した対応ができないとか、そういうところでの心配っていうのはあったりするんですかね。そうですね。やはりこう、まあ、こういった方の特徴としても、やっぱりこう、環境が変わると、ちょっと不穏になってしまうっていう、うん、やっぱ特徴を持っている方も多くいらっしゃいますので、はいはいはい、やっぱりこう、普段ね、住み慣れた家じゃないところで過ごすっていうところは、うん、私たちもどういった感じになるのかなっていうのは、不安ではありましたね。うんうん、で、あの、まあ、今回、あの、こういう、あのね、これ、あの、管理者の森沢さんの、まあ、お友達が撮った写真を、まあ、いただいたっていうことだったんですけど、まあ、あの、こんな状態になってると多分もう逃げることも難しいような感じなんだと思うんですけど、あの、まあ、地域がこういう感じになってしまって、で、あの、実際、今の21歳の、あの、男性も、避難しないといけない状態になってしまった。
ていうことなんですね。で、やっぱり事前の、準備っていうものができていないと、なかなか、対応が難しいっていうようなところになっていくと思うんですけど、うん、今回、たまたまですね、8月の初めに、役場ですね。うん、あれですよね、市役所とかそういうところの方ですよね。そうです。うん。役場の災害担当者と避難時の決め事や、要支援者の受け入れ体制、段取りなどの話し合いを2回も行ってた。ちょうどあれですよね。これが来たのが15日とかそれぐらいだったと思うので、まだ、話し合いをしたばっかりの時に、うん。うん。で、さらに訓練を行う日にちを、決めようかっていうふうに言ってたところで、訓練じゃなくて本番がやってきてしまったっていうような状態だったっていうことなんですね。で、その避難の手順なんかも、あれですね、現場に行っている職員に、周知したばっかりだったっていうところで、今回、だからそういう意味では、池田さん、これすごいラッキーなタイミングではあったんでしょうね。そうですね。この方が住まれているのが、海から100メートルぐらいのところなんですよね。うん、はい。なので、私が鳥取いた時も、やはり何かあったら、やっぱり24時間、私たち土屋の職員がいるので、もう私たちでどうにかするしかないっていうのがあったので、うん、はい。ご支援が始まったのが約2年半ぐらい前なんですけど、うん、はい。その時から、第1回目の話し合いっていうので、話し合いをして、それが2年前ですね。はい。その年は無事何もなかったんですけど、じゃあ、もう一回改めて確認しようということで、今年の8月初めに話し合いをして、実際に避難したっていう。じゃあもうその方が群馬から帰ってきて、うちの、鳥取で暮らし始めてから、もう、役場の方たちも、こっちの池田さんたちも、池田さんその時管理者だったんですよね、鳥取の。そうですね。はい。うん、で、もうすでにそこでちょっと話し合いとかが、ちょっと始まってたっていうところ、はい、そうですね。ですね。私もね、管理者としてもちろんね、クライアントの生命を守ることもそうなんですけど、ね、職員の生命も守らないといけないので、はい、やっぱ海から100メートルっていう立地は、やっぱりどうしても心配せざるを得なかった。ですよね。鳥取のあたりもあれですかね、津波とかの心配もやっぱりあったりする感じですか？そうですね。なんかハザードマップで見ると、そこまでではないんですけど、うん、なんか本当なのかなって、どうしてもなんか思っちゃいますね、はいはい、100メートルぐらいだと。そうですよね、はい。確かに確かに。本当に、ね、東日本大震災の時も、ハザードマップでは津波来ないよっていうふうに言われてたエリアが、ものすごいやられちゃったっていうところありましたもんね。うん。東日本大震災の後に、いろいろそのハザードマップとかも、見直しっていうふうに、やってはくれてるんだと思うんですけど、でもやっぱりね、自分たちの身を守らないとっていうところは絶対的にありますもんね。うん。はい。で、この実際ですね、8月の15日に台風7号が来るということで、で、職員に周知してたけど、それ以外に何かできることないかなっていうところで、で、管理者の方が、まだ台風来てない、前日の14日に役場の災害担当に連絡して、で、利用者さんを、受け入れてくださいねっていうことを事前に言っていた。ここもすごく意識が高いなと思ったんですけど、で、そしたら、あれですね、災害担当者の人が、次の日の朝の6時になったら警報を出す。で、その警報を出すっていうのは、その時間帯のその変更とかはあるけど、あるかもしれないけど、必ず出すので、提供の部屋を一部屋、もうすでにその時片付け始めてくれていた。これまた役場の方もすごく意識高いなと思って、素晴らしいなと思うんですけど、うん。で、役場の人が、うちのクライアントの好きなものとか、あとは飲むものとか、
用意しといてくださいねっていうふうに言ってくれて、で、まあ、そのあたりを揃えて持っていったっていうような感じになったんですね。で、と一応このあれですね、そこに、はい、避難して説明を、この避難を、してから、やっぱりその、これご家族に説明したってことですね。そうですね、家族にもやっぱりね、急に移動しちゃうと、びっくりしますからね。で周りの方に、関係者に連絡をしてっていうようなところになって、で、警報の3で、ところでその避難を開始しました。で、避難開始。前田さんも6時半に車で避難開始、かなり早起きだと思うんですけど、避難して、この時はまだ、だから、だいぶ、まだ、災害起きてないよっていう警報レベルの3の時なので、まあ、災害が起きてないとこで、ちゃんと移動できて、で、役場について、2階の、ちゃんと割り当てられたお部屋に案内していただいて、で、この環境が変わっても、その役場っていうところで、いつもの自分のお家ではないんだけど、環境が変わっても、顔なじみの職員が、そばにいることで、まあ、普段と変わらない、スタイルで、支援ができたっていうところではですね。そうですね。うん。それとあと、このクライアント自身がですね、まあ普段から外に出たいと思っている方だったので、まあ、車に乗るときもまあすごい気に乗ったと。これもすごく幸運なことですよね。そうですよね。これ車乗るの嫌いですなんていう人だったら、うん、もう乗せること自体がまずね、大変大変ですよね。でも無理やりやるわけにもいかないし、でもどうしようみたいな感じになってきますもんね。うん。で、この日ずっとここの役場で過ごして、で、夜の23時ぐらいに警報解除されたんですけど、まあ夜は暗いし、安全第一を考えて翌朝に帰るってことを選択した。ずいぶん朝早くね、ご自宅に戻られたっていうところなんですけど、まあ、やっぱり自宅で過ごすのがね、一番いいですからね。うん。はい。で、まあ、今後の課題として、リュックの中の見直し、もう少し軽くできないか。あんまり重いとね、ちょっと、やっぱり避難するとき大変ですよね。うん。うん。で、あとは台風が来る何日か前に事前に、飲食の準備をしておく。で、ここ、やっぱり大事になってくると思います。いや、台風来るよ、台風来るよってね。多分、水島さんとかも、これ177とかで聞いてると、どんどん近づいてるよっていうのが、情報として来ると思うんですけど、水島さん、これ、あれですよね。そういう耳で情報を聞いてて、実際、台風の目がどこにあるかとか、見えてるわけじゃないじゃないですか。そうすると、なんとなく、迫ってきてる感を耳で感じるっていうの、はい、それもなんか若干恐怖ありそうですよね。あ、それから、うん、最近は、私が入っている、うん、所属してる会の ML の中で、うん、請願者の方が、うん、天気予報、テレビの天気予報で出ている天気図を、うん、台風の目の、進路予想図みたいなのとかを、うん、経度緯度とかで、を文字にしてメールで配信してくださってる方が、だから6号7号の動きが、うん、メールで、うん、聞けて、なんかすごいはっきり分かりやすかった。うん、そういうことですね。はい、テレビの天気予報だと、どうしても天気図は説明しながらされてますけど、図自体はやっぱり見えないので、うん、そうですよね。うん、で、予想範囲が広いと、うんうん、本当にわからない、
それを、あの、はい、文字、数字で書いてくださった方がいらっしゃったので、すごく、すごくありがたかったです。はい、ちなみに、この台風7号なんですけど、最初は関東のあたりにドゥワーッと上がってくる予定だったんですよね。で、それが、なんか、あの、ちょっとずつちょっとずつ、この西の方に、この、行ってしまい、で、まあ、今回のあのような、まあ、水害が起きたっていうような感じだったんですけど、あの、ちょっとその情報なんかもね、あの、お伝えするのも結構大変そうですよね、そう考えると、ね。なんか、あの、緯度、経度が間違ってんじゃないかと思うぐらい多分それてたと思うんですけど、ね。で、とですね、もう一人ですね、このクライアント、先ほどクライアントの、あの、まあ、避難のっていう話をしたんですけど、この管理者である森沢さんも、実は、あの、今回避難をしないといけない状態になったことなんですね。うん、で、あの、森沢さん、人生初の、あの、避難だったっていうことで、あの、高齢のお母様を連れて、で、あの、避難所の方に、あ、避難をされた。っていうことだったんですけど、あの、まあ、15日の昼っていうと、あの、先ほどのクライアントの時間から見ると、あの、ちょっとね、何時間か遅れた時間なんですけど、この15日の昼から、その、警報が発令され、で、と、今までその大きな台風があっても、被害があったことはなかったので、その警報4が出ても、逃げる意識が、それまではなかったっていうんですね。で、あの、まあ、住んでいる地域では雨、暴風がそれほど強くなかったということもあって、まあ、そういう意識だったんですけど、今回はこの15日の夕方にダムが溢れそうということで放流が始まった。そのため鳥取の大きな川、千代川の水が増水し、氾濫警報が発令。その後、鳥取初の警報5が発令されたということで、もうこれ、あの、森沢さんにとっては、もう超危機的状態みたいな感じで、あの、うん、びっくりされてたっていうことなんですけど、まあ、その後に命を守る行動をとってください。直ちに逃げてください。などの呼びかけが何度も放送されて、この地域の放送でですね、放送されて、それに伴い、携帯のアラートが頻繁になり続けるという異常な状況になった。で、時間も夕方だったので、逃げるならこれが最後。最後のチャンス。ってこのニュースで言われてるから、この逃げないとっていう感じじゃないですか、こもちゃん、これ。もうね、これはきっと、どうしていいか分かんない。分かんないですよね。いや、それも、ね、高齢のお母さんも連れてるし、どうしようって、すごいきっといろいろね、うん、あの、悩んだと思うんですけど、うん、あの、まあ、なかなか決断ができなかったけど、のまあ、避難所に、うん、避難所、避難場所に、まだ入れるかどうかっていうのを確認したら、入れはするが、車が満車で止められないと言われた。で、入れる高いビルもほとんどなくって、行っても入れる保証はないところに、一か八かで逃げた方が良いのか、それとも2階で過ごすのが安全なのか、ご自宅の2階ですよね。で、なかなか決断ができなかったんだけど、どうしようって迷ってたんですね、この時ね。で、近くの友達2人に電話するが、逃げないで様子を見る。まだ大丈夫。って返答が来たって言うんですよ。うん、で、避難する意識がないな。なんで私のこの焦ってる気持ちとは全然違うじゃないかっていうふうに思ってたわけですよね。うん、やっぱり高齢者が、あの、ね、自分のとこにいないっていう、そのお友達のとこにはその高齢者がいない、自分のとこには高齢者がいる、まあ、そこのところでその避難の意識っていうのがあの違うのかなっていうところで、まあ、いろいろね、あの悩まれてたんですよね。で、とりあえず明るいうちにお店の立体駐車場に逃げよう。で、どこもいっぱいで入れなければ家に戻って2階で過ごそうと決断して、で、お母様にこれから逃げると説明を何度もして、で、必要なものの準備を促して、自分自身も逃げる準備をするが、短時間の避難の頭があり、水分と簡単な腹ごしらえができるものなどを用意し、で、お店の駐車場に避難するので、足りないものはお店で買えばいいやっていうね、あの、意識で逃げたっていうところなんですね。
これ多分お母さんの方も、うん、今までそういうことがなかったから、そうですよ、ね、なんかうん、説得する必要があったんでしょうね。そうなんでしょうね。でこの友達ときっと同じような意識で大丈夫よ、うん、大丈夫よってきっと言われてたんでしょうね、きっとね。何度も説明したってことはね、うん、でとこのあと再度2人の友達に連絡するが避難しないって気持ちは変わってない、うん、それでもやっぱり自分たちは、その、逃げる判断をしたっていうことなんですね、森沢さんは。で、外は風がきつくなってきて、雨は小雨だった。外も異様な雰囲気が漂っていたが、家の中にいる人たちとも、また家の中にいる人たちも割といた。だから逃げないでお家にいらっしゃる方も、お友達と同じですよね。逃げない方も結構いた。いたってことですね。うん。で運よく1番目のお店の駐車場に入ることができて、で3階に避難することができ、でまあ、少しほっとしてあれ、水分しか持ってきてないじゃないってここに気づいたの。あれでもさっきなんかちょっと食べるものって書いてあった気がする。水分しか持ってきてなかったんですね、結局ね。そうです、うん、でお店も休業になっていたので、結局買うことができなかったんですね。でまあここでまあ、こういう状況の中で、まあ、排泄を催したらどうしようっていうのは、まあ、誰もが考えることだと思うんですよ。うん。で、逃げるときに水分持ったし、まあ、今回食料ちょっと持ってないみたいですけど、食べ物と食料、水分持っても、やっぱり、あれですね、排泄のための準備っていうのをしておかないと、人間ね、うん、トイレ行けないと、こもちゃん、これ大変な大惨事というか、ね、あれですよね。まあ、ね、食べれば出ますからね。そうですね。で、まあ、22時頃には解除になる見込みだった。で、アテンドの、あれですね、アテンダント安否確認などの連絡を取るって、この管理者の方なので、まあ、こんな状況の中でも、自分もそういう、職員たちの安否確認などを取らないといけないっていう状態だったんですね。うん、で、まあ、こんなことしながら、もう一度お友達に、まだ車を置けるよって言って連絡するんだけど、やっぱり逃げる気持ちはない。で、逃げる逃げないは、の差は何なのか、わからない。ね、ここね、すごいね、なんて言うんだろう、この災害が、まあ、起こった地域だったんですけど、この日の、次の日に、すぐに連絡を取って、まあ、聞いたんですけど、本当に、なんだったんだろう、この気持ちの差とかね、あれですよね。うん。うん。だから、まだこういうことを思いつく人だとは、うん。まあ、良かったって言い方はおかしいかもしれない。うん。ね、思いつかない人もいますからね。まあ、そうですよね。なかなかね、思いつかなかったりしますよね。そうすると、まあ、一回の危機が去っても、うん、一回の危機の時に、やっぱり、同じように、逃げない。っていうね、選択をしてしまうかもしれないからね。そうですね。うん。本当に難しい、判断なんですけどね。うん、でもやっぱり、早めのね、に逃げるっていう、逃げるなら早めに逃げないと、本当に危ないことになっちゃったりとか。で、まあ、最終的に、あれですね、まあ、ダムの放流が、もう、19時45分に終わって、で、夜21時半頃に、まあ、駐車場を出て、で、まあ、お家の方には夜戻ったっていうことだったので、その道路とかには水はなかったっていうところなんだと思うんですけど、まあ、ですよね、これ本当に、いや、逃げなくてもよかったじゃないって言って、きっと友達に言われちゃったりとかしたかもしれないんですけど、うん、でも本当に、あれですよね、わかんないんですよね。うん。
そう。で、この方が書いてらっしゃった一文がちょっと印象に残ったんですけど、うん、まあ、クライアントとかね、あの、人のことだったら、もう判断がつくんだけど、うん、自分のことはなかなか判断がつかないっていう、うん、書いてらっしゃるんですよね。そうなんですよね。いや、でもね、その気持ちはすごくわかりますよね。あの、うん、人の訓練だと、なんか、勝て、あの、思うようで、勝てやってやるんですけど、自分のことになると、なんでしょうね、この、やっぱり正常性バイアスっていうんですかね。うん。うん、働いちゃうっていうところはあるんでしょうね。あるんです。まあ、そうか、あと、経験してないっていうのはあるかもしれないですね。ではですね、ちょっとあの、ももちゃん、今回あの訓練にあの、の、まあ、当事者であった水島さんと、うん、あとはその、あれですね、支援者として参加してくれた池田さんに、あの、うん、まあ、感想をですね、聞いていきたいなと思うんですけど、でまず水島さんに。水島さん、はい。まず、はい。はい、今までこの災害対策とかってやってみたことってありました？まあ、学生とかの時はね、いろいろ訓練ってありますけど、学校でやるってこと、でもその個人でっていうところでは今までなかったし、うん、水のを作ったっていうのが今回、うん、とてもうん、印象に残って、うん、でそれを実際やってみたことで、あのさらにっていうところを考え、一度こう体を使ってみてさらにっていうところが、うん、だからあの洗面器で運ぶっていうのはとても大変だなっていうのが分かったから、うん、あのペットボトルにお水をあのもう前もって、うん、設置しておくと楽に水のが作れるとか、あのそういう行動を一度取ってみたらこう次の、うん、さらにが出てくるんだなっていうところで、うん、であとあのこれをあの地域と共にやるっていうところで、今回あのまあ、偶然にもうちの町内会長がその防災意識が高くて今年度に入ってからいろいろ動きを取られていたので、うん、あのちょうどうちの訓練の後ですね、町内、全世帯にアンケートを配りまして、要支援者を町内があのしっかりと把握をしたという進展がありました。すごい、うん、あれですよね。本当に水島さんのお家は歩いて 1,2 分のところに福祉避難所があったんですけど、なかなかそんなに、あの、恵まれた、その、うん、ね、場所にあるってことはないので、うん、そういう意味では水島さんはすごくラッキーだし、その地域のその体制も今ね、あの、アンケート取って、うん、誰が支援が必要なのかっていうのを調べてくれたっていうようなところも、ね、はい、あったので、でもまあ、はい、水島さんの訓練が、うん、テレビで放映されたって影響は大きいと思いますね。ですね。なんかあのそうですね、そういうのも、うん、やっぱりああいうのちょっと見たりすると、あ、うちもやんなきゃなみたいな感じのところはあったりしますもんね。あ、そういうお声は何件か、うん、いただきましたね、やっぱり、うん、あの、はい、うん、見たよって、それでやっぱり必要だねって言われてました。うんうん、なかなかね、実際にやってみるっていうところまで、あのなんかドラマ仕立てみたいなぐらいの感じでやってましたが、でもああやってあの災害 の, あの対策をあの一回あのシミュレーションしてやってみることで、あの例えばその支援者が変わったりとかした時も動画に残しておいたりすると、あ、こういう風に動くんだみたいな感じで、うん、あの分かったりもすると思うので、
で、水島さんなんて自分でお伝えすることができる方なので、水島さんがその新社に言えばいいけど、その伝えることができないね、方とかもいっぱいいたりはするのでね、そのあたりはやっぱり、あれですね、写真や動画で残すっていうところも結構大事なところですよね。うん。次、池田さんにも伺っていいですか？池田さん、あれ、訓練って今回は初めてでした？在宅では初めてですね。はい。以前、そうですね、特養で働いてたので、そこも結構山の上にある特養だったので、避難訓練って言っても大体火災が気になって逃げますっていうところだったので、水害の被害。ね、訓練は初めてでしたね。ただ私自身がそれこそ5年前の倉敷市真備町で起きた時に、私は、真庭市に住んでるんですけども、その時は実際にちょっと私も避難した経験もありましたし、それこそ真備町にちょっと知り合いがいて、その時の、話を後で僕も心配になって連絡して聞いたんですけど、ちょっと親族の方が亡くなられたり、本人も、家の2階の屋根の上まで逃げて、でももうその屋根の近くまで水がやっぱ来てたみたいなんですね。だからそうやってゴーゴー川の流れてる音を夜中聞きながら、子供がいるので子供を抱えて雨風に打たれながら一晩中過ごしたっていう話も聞いて、いやー怖いですね。その時は本当にもう死を覚悟したって言ってましたね。そういった話も聞いてたので、なので、前田さん、コトラの件についても、ちょっと、ね、他人事じゃなかったっていうのがありましたかね。そっかそっか、そうですよね。ちょうど、真備町の、ね、障害のある、なんだっけ、親子が亡くなったりとかっていうのですごい、ね、あの時、だいぶ亡くなった方がいたんですね。そうですね。あれですね、2018年ぐらいでしたっけ、西日本豪雨ですよね。写真で見ましたね。そんなね、こともあったから、きっと岡山県自体は、すごくその水害意識とかは高いはずですよね。そうですね。起きてから高まったっていうところはやっぱあるとは思いますね。ね、コムちゃんも現場にね、行きましたね。はい、行きますね。どうでした？そうですね。歩いて1、2分ってさっき言いましたけど、あれ実際多分雨が降り始めてたら、もっとかかったでしょうね。もう水が出始めてたら足元もね、あれですもんね。危ないし。あとはね、やっぱり、あの時はテレビカメラとかいろいろゾロゾロいたけども、あれが例えば家族3人とあと1人、引率が1人だったらもっと恐怖心があっただろうなって。確かに確かに、本当ですね。本当に今回なんか、お祭り騒ぎぐらいに結構ね、人がいっぱいいましたからね。確かに確かに、本当ですね。その状況によっても、かなりやっぱり違いますよね。あと、明るいか暗いかね。そうですね。そう、先ほどの鳥取の管理者の森沢さんがお母様と逃げた時はもう薄暗くなってた時間だったらしいんですよ。やっぱりその昼間に逃げるのか夕方に逃げるのかでもだいぶ違うんだと思うんですよね。じゃあコムちゃん、コムちゃん、ちょっとですね、せっかくね、ご視聴しに来てくださっている皆さんがいらっしゃるので、ちょっとコメントをいただけたらなと思うんですけれども、じゃあ今お顔出しいただいてるの、
津田さんと津田さん桜井さんと今村上さんが参加してますね。じゃあ、ヌジンファースは津田さんで。津田さん、よろしいでしょうか。津田さん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。今日もありがとうございます。ギリギリ間に合いました。ありがとうございます。どうも。だけど、うん、本当に今伺って素晴らしい訓練をなさってるんですね、土屋さんの会社は。うん、土屋。で、なんか、コロナ禍もあって、なかなかその訓練、みんなで集まってっていうのがなかなか難しかったんですけど、やっと去年ぐらいから、はい、ポツポツと始めることができ始めたっていうようなところで、まだまだね、これからなんですけどね。うん、いや、避難レベルの1から3までだーっとありましたでしょ、はい。あれを作られただけでもね、普通はそこまで細かく作って、一般的にはやってないですよね。で、私もすごく感じたのは、ここ2、3年、線状降水帯っていうのが、非常に各地を、被害を大きくもたらしているので、予測がつかないこともたくさんあって、それだけに、やはり事前に、取り組む訓練をしておかないと、本当にその時に慌ててしまうっていうのが、もう今回も、細かく説明してくださってよくわかりました。だけど、水島さんの、なんて言いますかね、事前のその訓練の対応、その辺もすごく落ち着いてらっしゃって、素晴らしいなと思いました。本当に事前にね、いろんなところの確認をするだけでも大変なのに、ちゃんとそれを守ってなさってるっていうところ、その辺が、いいな、というような感じを受けましたので、今日は参加して、私にも大変参考になりました。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございます。水島さんの落ち着いた対応、水島さん褒めていただきます。ありがとうございます。ね、やっぱりね、なかなか落ち着いてやるのって難しいですね、小室さんね。そうですよね。うん。あと、まあ、池田さんなんか、やっぱり職員の立場だから、うん。ね、人の命を預かってる。うん。気持ちもあって、すごく緊張するだろうなって。そうですよね。ですよね。そう。いや、やっぱり災害時の対応として、うん、やっぱりあれですよね、支援する側って、どうしても、うん、なんていうの、クライアントの方を守らなきゃっていう思いが、すごく強くなりがちなんだけど、うんうん、でもやっぱり自分も守らないといけなくって、うん、自分が倒れちゃったら、もうその後続かないですよね。そうですね。なので、そこはね、今、この災害対策をそちらの中でやっていくところで、まずは自分の命を守ってねっていうところを第一優先にしてるんですよね。うん。津野さん、ありがとうございました。ありがとうございます。災害看護師の板垣さんが来てくださってるので、板垣さんにもちょっと一言いただきたいなと思います。すみません、災害看護師という立場で、災害看護を教えてる立場で、そう、災害看護を教えている先生なんですね。先生というか、はい、私が、じゃあ短く、去年実は8月の9日に私が住んでいる青森県弘前市でも、まさかの線状降水帯が出現して、うん、携帯の、今、さっきお話しされた方にも、なんですか、防災アラートが鳴りっぱなしになって、うん、で、私のところ、関連する、グループホーム、グループホームじゃない、ごめんなさい、老健施設ともう少し施設があって、200人ぐらいが自分の、大学に避難してくるっていうことがあったんです、うん、それが、当事者の方々っていうか施設の方々は訓練されてたんですけど、実は受け入れる側は
ほとんどそういうのが仲良くなくて、ぶっつけ本番だったんですよね。でその時に情報が錯綜したんで、その避難される人も、そのさっきも判断が迷ったけど、あの受け入れる側も実は、その言葉では知ってても本当にすいません、あの実際来るとなるとすごく混乱するっていうのがあったので、今日大変興味深く聞かせていただいておりました。私からは以上ですとか、ありがとうございます。その、こう困った話ってごめんなさい、逆に聞くとやっぱりみんなそうなんだよねってすごくごめんなさい、共感を持って聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、じゃあその受け入れる側のっていう話が今出たんですけど、今回その水島さんが避難するときに、その特別養護老人ホームのところがその福祉避難所になってて、で、まあ、そこが受け入れるっていうことで、あの受け入れ準備をしてくれて、で、あの訓練の中でもあのしっかり電話対応とか、あの受け入れてこのお部屋にっていうようなところを案内してくださったんですけど、じゃやっぱりね、そこあの板垣さんの話を聞くと、受け入れる側の準備も練習もできたっていうところはすごい大きかったっていうことですね、うん、そういう意味ではね。そっかそっかそっか。今でもあの聞いてみて確かにそうだよなと思って、なんかこちらが逃げる方側の思いをが今まで結構その強かったけど、今板垣さんの話を聞いて、あ、そうか、そういう観点でのっていうところはね、勉強になります。あちこちに福祉避難所って出てるじゃないですか。まあそれが僕の場合特別支援学校だったの、あの高齢者のホームだったの、そういうわけだな。はい。じゃあそういうところに限ってあんまりこう普段から訓練をやってるっていうのは、あんまり聞いたことがないですね。そうなんですよね。そう、私今ボランティアでその福祉避難所を開設したところに、そういう訓練とかその BCP とかをしっかりやりましょうねっていうようなところ、まあ、ボランティアっていうかそういうのであのちょっと関わってたりとかもするんですけど、そう、やっぱりね、まだできてないところがすごく多いっていうところは、あるんですよね。いや、板垣さん、すごく、いいコメントありがとうございました。ありがとうございます。はい。では、健太さんもありがとうございました。水島さんもありがとうございました。のちゃん。今日いろいろですね、この土屋の今の、防災の体制について、皆さんに見ていただくことができましたね。もともと逆にね、いろんな情報をいただきました、ね。本当ですよ。ね、やっぱり、こうやってみんなでに発信することで、いろいろキャッチすることもできるっていうところ、すごく大きいですよね。皆さん、これからもいろいろお知恵を貸してくださいね。はい、ありがとうございます。では、コマちゃん、来週の、ゲストの紹介していきましょうか。はい、来週のゲストはこちら。はい、来週もですね、首都防災ウィークの中の特別番組になるんですけれども、9月1日、防災の日は、災害時の補助犬の役割というところでですね、NPO 法人日本補助犬情報センターアクセシビリティの事業部長長谷川由紀乃さんにお越しいただきまして、災害時にこう、ね、普段からその補助犬っていうのはなんていうんだろう、このユーザー補助犬ユーザーの方をその誘導したりお手伝いしたりっていうことをしてくれるワンちゃんたちなんですけど、そのワンちゃんたちが災害時にどういう役割をするかっていうところをですね、そういうところをちょっと伺っていくっていうような番組になります。では皆さん、最後にお顔出しをいただけたら嬉しいです。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。ではですね、今日はどうしようかな。じゃあ池田さん池田さんにお願いしちゃおうかなと思うんですけれども、私が
来週のコモちゃん TV も来てくれるかなって言ったら、手をグーにして、うん、グーにしてください。はい。いいコモーって言ってほしいです。よろしいでしょうか。はい。はい。では行きますよ。では、来週のコモちゃん TV もまた来てくれるかな？いいコモー。いいコモー。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。